わりました。マニアクツさんの時からまだ半年と少ししか経ってないのに、多くの方が僕たちの公演を見に会場まで足を運んでくださって驚きました。会場に入る時、暑い中たくさんのステイが並んでるのを見ました。そんな皆さんの僕たちに対する熱量を感じたら、今日いつもより熱くなりました。あまり表に感情を抱いタイプではないですが、熱くなりすぎましたね。今日の僕たちの公演満足しましたか？無理やり言わせてないですよね。満足してる？皆さんも今日は後悔しないで帰ってほしいです。大阪は僕にとって特別な場所です。また遊びに来ていろんなお店に行ってみたいです。その時も今日みたいに温かく迎えてくれますか？ありがとうございます。ジェリー、絶対また来るよ。以上、ヒロでした。はい、皆さん、ハンです。皆さん、大阪招致にありがとうございます。今日の公演は皆さんの癒しになりましたか？ストレスはなくなりましたか？僕たちの公演が皆さんの生活の中で少しでも癒しになってほしいです。今回の公演ではいろんなチャレンジをしてみました。ソロステージのギターを練習していた時、ドームに来る何万人のステージを僕一人で盛り上げられるか心配でした。でも皆さんの熱い声援が緊張だけを吸い取って自信だけを残してくれました。本当にありがとうございます。そんな皆さんに恩返しする方法は、僕ハンジソンの思いと物語が詰まったいい曲を作ることだと思います。これからもステイが悲しい時や嬉しい時、どんな時もそっと寄り添える余裕な音楽を作り続けます。本当に大切なステイ、また会おう。以上、ハンでした。皆さん、アエンです。大阪の皆さん、本当に楽しかった。素敵な思い出をありがとうございます。最後まで僕たちと一体となって叫んでくれましたね。ステイの幸せそうな顔だけを見たくて一生懸命に踊りました。ステイの一人一人の感性が集まって大きい声援となって、会場の屋根が吹き飛ぶほどすごかったです。僕の胸に響きましたよ。だから今アギパンはまだ熱々です。泣くがおかしい気がします。誰か泣く測ってくれませんか？心臓が爆発しそうです。これはステイのせいですよ。もうアギパンの中は皆さんでいっぱいです。ほんまに大好きです。大阪初日も盛大に終える言葉できてカムルでした。
以上、あゆでした。はい、皆さんのピリです。半年ぶりに京セラドームに戻ってきました。同じ場所で皆さんに会えてほんまに嬉しいです。本当に皆さんも僕と同じ気持ちですか？同じ気持ちなステイは叫べ。さすがステイ。僕と一心同体ですね。はい、皆さん知ってますか？本当の天使は僕じゃなくてステイの皆さんです。だからもっと笑って歌ってください。僕はそれを見るだけで幸せで、ご飯もいらないです。そんな大好きな皆さんに最後にこう会いたいです。以上、フィリでした。はい、みんな、バンさん屋で。なんか大阪は、なんか第三の高級やと思ってます。地元に帰って人みたいに嬉しくて、思わず最後まで関西弁で喋ってもうたわ。どうやった？めっちゃ緊張した。つい嬉しくてたくさん喋っちゃいました。皆さんが笑ってる姿や喜んでる姿を見ているだけで笑顔になります。楽しい時間はいつもあっという間に終わってしまうけど、終わりがあるから始まりがあるんですよね。僕たちと皆さんはまた明日、もしくは違うところで会うかもしれないし、もし会えなくても、気持ちはいつもつながっています。今回のドームツアーも皆さんと僕たちの気持ちがつながっているからこそ実現できたと思っています。僕たちのことをずっと待ってくれたステイ、そして一緒に練習室で汗を流してくれたメンバーたちに、改めて伝えたいです。ステイ、ありがとうございます。大きに。そしてこれからも僕たちステイキズをこのバンチャのよろしくお願いします。もう今日もしたやん。いきます。メンバーでもう今日もしたやん。いきます。メンバーでサラガンダー守ります。なんやねん、なんやってん。まだもっといっぱい皆さんとお話ししたいのに、めっちゃ寂しいです。僕のベイビーステイも寂しい。じゃあ
じゃあそんなベイビーたちに高級のピスタやめた。じゃあそんなベイビーたちにバンちゃんからプレゼントがあるんやけど、受け取ってくれる？じゃあ行きます、ビーカー。温かいな。以上バンちゃんでした。ほなな。皆さん、粉塵です。はい、大阪公演最高に楽しかったです。大阪の皆さん、画面越しの全国にいる皆さん、今日の僕たちの公演はステイから見てほしい何校ですか？5つですか？ありがとう。僕の中でも今日のステイは星1つだよ。はい、僕は皆さんに沼とか言ってますが、実は皆さんが沼です。抜け出すことのできない沼です。でもこれは嫌な意味ではないですよ。大好きだからね。今も昔も、そしてこれからも僕の沼で行ってくださいね。もちろんそのためには僕も愛してるようにダンスも歌も磨き続きますね。顔は生まれつきだから今のままキープします。あプロット羨ましいな。はい、また会いに来ますね。ステイ大好きマニュアンジンでした。大好き。아이곳교세라동이저한테는굉장히좋은추억으로남아있습니다여기교세라동은저한테는굉장히좋은추억으로남아있습니다그마지막에앵콜곡을네저번겨울에부르다가마지막에앵콜곡을去年の冬に歌っていた時그스스로감격스러운마음을못참아서좀울컥하는모습이카메라에잡혔었어요自分で感激を抑えきれずに胸が熱くなっているところをカメラに撮られていたんです。ええ、오늘도그생각을하면서공연장에왔습니다。今日もそのことを思い出しながら会場に来ました。역시나오늘도너무너무행복했습니다。やっぱり今日も本当に幸せでした。皆さんも幸せでしたか？ありがとうございます。僕との散歩は楽しかったですか？よかったわん。はい、僕が今日見たこの景色も目に焼き付けたいと思います。では焼き付けますね。じーおぎがつんで。よし。可能と言ったら。手仕込みだ。あ、豚肉だ。あ、兄貴。大丈夫、大丈夫。大丈夫。はい。こぎここいるんで、かっちゃりですね。出るちょうど。韓国語でも少しお話ししてみますね。あ、이곳京セラドームは、저한테는굉장히좋은추억으로남아있습니다。ここ京セラドームは僕にとってとてもいい思い出として残っています。그마지막에앵콜곡을네저번겨울에부르다가最後にアンコール曲を去年の冬に歌っていた時
그스스로감격스러운마음을못참아서좀울컥하는모습이카메라에잡혔었어요自分で感激を抑えきれずに胸が熱くなっているところをカメラに撮られていたんです오늘도그생각을하면서공연장에왔습니다今日もそのことを思い出しながら会場に来ました역시나오늘도너무너무행복했습니다やっぱり今日も本当に幸せでした皆さんも幸せでしたかありがとうございます。僕との散歩は楽しかったですか？よかったわん。はい、僕が今日見たこの景色も目に焼き付けたいと思います。では、焼き付けますね。じワンちゃん。はい、皆さん、スンミンやで。はい、最後のまで足も痛いのに精一杯反応してくれてありがとうございます。大切な人ほど言わなくても気持ちは伝わるだろうと思いがちですが。僕はちゃんと言葉にしたいと思います僕はステイのことが大好きですステイは僕が好きですかもちろんです本当にありがとうございますこうして気持ちを伝え合うのって幸せですね今日僕を幸せにしてくれた一等牛ステイに僕から大きい拍手を送りますね、韓国語でも몇마디를좀하겠습니다韓国語でも少しお話ししてみますね이곳京セラドームは저한테는굉장히좋은추억으로남아있습니다ここ京セラドームは僕にとってとてもいい思い出として残っています그마지막에앵콜곡을네저번겨울에부르다가最後にアンコール曲を去年の冬に歌っていた時그스스로감격스러운마음을못참아서좀울컥하는모습이카메라에잡혔었어요自分で感激を抑えきれずに胸が熱くなっているところをカメラに撮られていたんです네오늘도그생각을하면서공연장에왔습니다今日もそのことを思い出しながら会場に来ました역시나오늘도너무너무행복했습니다やっぱり今日も本当に幸せでした皆さんも幸せでしたかありがとうございますじー皆さん、シャンビンです今日めちゃくちゃ楽しかったです。いきなりですが、僕たちの公演の初めて見たステイは言いますか？ジー。マジで？だらじま。真似しないで。大阪にも新入部員が多いですね本当に嬉しいですあ動物ちゃんは僕たちが夢でしたこの夢は誰でもなくステイが実現させてくれた夢だと思いますあ僕はステイが温かく背中を押してくれることに
感謝しながらもっと高くもっと遠く自分の信念を貫きます。現実という壁に負けない僕たちだってことは知ってるでしょう。だからステイも信念を貫いていきましょう。ついてきてくれますか。かわいい皆さんがいつでもこっちじゅうさみたくなる音楽を作り続けます。だから約束します。大阪の皆さんまた戻ってきます。